おはようございまーす。ディレと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあね、ようやく300回の編集が終わりまして、一区切りついたという形の今場所になっております。まあその間ではね、EX 回よく撮ってかったかな。うん。まあだから撮ってないわけじゃなく、30回、少な !300 回の編集をしつつ、EX 回を撮ってたんで、EX 回のね、ボスが偉い子になったんですよね。多分まだ、EX 回は確かに、なんか、もともと EX 回ってあれコンセプトあったんですよ。あまり、その、いつものような編集をせずに、気軽にポイポイって出して、その、どっちかって言ったらね、まあ、オンタイムな動画にしたいなっていうのが EX 回のコンセプトだったんですけど、気づけば撮りためがたまりたまり。本日はね、301回ということもあって、割とね、気軽にちょっとプレイしようかなと。はい。つばせり合いとかしない。もうね、今までちょっと、さ、200キロあたりちょっと、強すぎたからさ。今日はちょっとね、ゆっくりやっていこうと思います。ところで、お前誰気軽に遊ぶとなればね、ちょっと合体モンスターもね、触れてあげたいなーと思って、今回は行きましたよ。スレブレとダイクラスはベタルライダー。ライダー3人衆ということで、もちろんあれですね。なんと、スライムナイトと違う。3体合体行くぜ。スライムのね、帝王なのかな、ジェネラル君、将軍か。うん、行きましょう。ワンで現れた、ワンの後期になれたスライムジェネラルです。さあ、2P チームはですね、こちら3体です。ワンのね、まあ、後期に現れた合体モンスターがスライムジェネラル。ということは、こちらは、何をするかと言いますと、2の最終期に出た合体モンスター。2つの最終期がね、手に取り終わったらね、どんな戦いが生まれるのか。そうです。スラウェンガール。2つのスライムで行きましょうや。ちなみに、合体モンスター召喚カード使うと、何度って言ってくれないんですよね。悲しいよね。合体モンスター2体で挑むね。まあ、2人プレイということで、まあ、比較的動画でやってんのは珍しいんじゃないかなっていう部類ですね。はい。とりあえず定期で。暗黒の魔人を見たらつい使ってしまうカード、ナンバーワン。パフパフ。もう別に仁王立ちでいいんですけど、パフはね、ほぼ効きますよ。せーの、はい、情けないねー、情けないねパフパフがまあ通るんです。本当に通るんでね。さあ行くぜ、スライムジェネラル将軍様、レッツゴー。パス。二つの刃でスパイラルスワッシュ。合体モンスターはね、もうなんだろう、まとまった強さはあるからね。あ、いつものなんか、ティラさんの動画らしくはないよね。チームコンセプトを使わなくとも、まあ、まとまった強さはある。さあ、情けないね。情けないね、好きなだけだねさあ、2の最終聞きましたね。判定して、ガムミサイル発射うわ、えげつないことでぞ、これ。ああ、やめてあげて、やめてあげてよ。ふわひでボコリンガル、ボコリンガル。2の最終期に震えろ。お前、ワンの初期じゃん。暗黒の魔人なんて、所詮ね、お前、所詮、ワンの初期に出たね、初見殺しですよ。暗黒の魔人なんでね。テクネクネしてるだけじゃないですか。うん、大丈夫でしょう。あ、スライムジェネラル飛ぶかな。あ、スライムジェネラルあたりがちょっと飛びそうですね。避けばいいですよ。あ、うわ飛んでった。さあ、ちょっとこの技を回転して、いけ、吹き荒れるー、いけ、風神、いきます。あんま効かんと思うけど。うん、まあ、スパイラースラッシュ、合体モンスターってやっぱり共通して、基本 A でいいんですよ。A を使わない理由っていうのは、グレートドラキーみたいに、よほど威力係数に恵まれていないタイプですよね、A が。威力でご利用する場合、力が低かったりして。だからその場合は B を使うときもありますけど、基本的にはもう A ぶっぱでね、なんとかなるんですよ。まあ、この分かりやすいとこもいいよね。例えば初見さんのプレイヤーがさ、まあ、スラリンガルとかだったらもうね、熟練したプレイヤーと互角に戦えるからね。もうなんかもう終わりそうなんで終わらせちゃいましょう。もう今日はこのようにね、かなり気楽な戦いとなっております。ただ合体モンスターの大魔王戦、結構難しいことで定評がありますね。まあ、なぜかは理由はいろいろあるんですけど、まあ、今回は大魔王召喚カード扱ってないんで、楽な部類かなと思います。いやいや、気楽にって言うたやね。気楽にって言うた、これ、ちょっと待って、やばいぞ。おい、やばいぞ。スラリンガルとジェネラルでしょちょっと待って。
スワリンガーとジェネラルっていうのは共通した弱点があるんですよ。雷っていう。あ？そんなぐらい出てきてましたね。なんかとんでもないのが。おう。あ、魔人？いや、でもちょっと待って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 。共通した雷弱点のもとに出てきてはいけないものが出てきてしまったのではないか。魔人ダークドレアムの登場です。おかしいでしょ。なんで出てきちゃったんだよ、お前。さあ、共通した弱点を持つ雷弱点で、まさかこいつに会ってしまうとは。いや、持ってるな。持ってるな。気楽にやらせてくれよ。ダークドレム。まあ、白目だけど、どうなんだろう。ギガデインとか食らったら、えらい目に遭いそうなのが、もう目に見えてますね。リンガルが足を引っ張りそうだな、むしろ。とりあえず、将軍ちゃん、会心出してくれ。素早さも会心度もそこそこあるんでね。二つの刃で、スパイアンスラッシュ、会心出してこう。おいしょ、おいしょ、やるね。言った直後出すとは。さすがだわ。おたけびで止まるとかなしな。オッケー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 。まあまあ全然オッケー。この二人のプレイの時って、大体魔王はゴリ押すことが多いんですよね。初めの魔王とか合体モンスターゴリ押して大魔王にこうやって勇気を持ち越せることが多いんで、まあ、基本的には、勇気の、よく鬼コンボ最強伝説でも言ってたんですけど、勇気でね、うまく調整できなくて負けるってことは結構少なめです。にしてもグランドクロスでこんな食らうのか。さあ、ガールミサイルどのぐらいでいいか。大事。炎爆発属性。まあ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 全然大丈夫。そんだけ、結構出てる結構出てる。オッケー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 。そんだけ出てるなら大丈夫だ。オッケーオッケー。そんなに出てんだら大丈夫だよ。全然大丈夫だ。どうしましょうか。打点はもうちょっと欲しいんだよね。勇気は気にしなくていいような気がする。3ターン目に、ドリアムはフルアタで来るんですよ。その時にどうするか。安定はルビスなんだよね。ルビス安定なところはある。ルビスか王者の愛ですね。まあ王者の愛もまああんまり変わらんないけどな。はい、スパイナーさん、よし、開始です。ゴー。ドリアムが硬いのかジェネラルが弱いのかどっちだこれ。あ、はい、やばいやばい、雷属性入ってます。これ雷属性の攻撃ですね。ゆいー、頑張れ、言い訳の、うわーん。やめてやばいな。次フルアタなんで、まあ、このまま放置プレイしていたりすると、まあ、間違いなく死にますね。となると、取れる手段は、ルビスの守りか、まあ、天使の歌はちょっとやりすぎな感があるんだよな。まだ一回も使ってないしね、SP。このまま放置してると死ぬと思うんで、そのために何かしらの策を講じましょう。まあ、王女の愛で行く？せっかくね、まあ、DLC も解禁してあるんで、ローラ姫に出ていただきましょうか。ここは。じゃあ、ローラ姫。あ、終わった。よろしくさあ、DLC、ローラ。うん、このポーズがたまらない。いざ行かん。王子の愛。さすがに死なないでしょ。さすがにこのターン死ぬは勘弁やで。頼むで。さあ、さっきのグランドクロスがまあそこそこ食らってたんで、王子の愛で。てか、スライムジェネラルクはね、避けれるんですけどね。そこそこ。まあ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 かな。まあまあかな。死ぬことはねえか。死ぬことはねえんだからさ。結構きついぞ、おい。死ぬことはねえけど。ちょっと待って、このターン、とどめ持ってってくんない？ちょっと。よし、オッケー。ちょっと待って、このターンに、ワンチャンとどめ持っていけるかもしんないね。開始！498か。これワンチャン、多分ね、リンガルちゃんでいけるんじゃないかな。スラキャノン？え？ん？それは、勇者の一撃、スラキャノン。はい！あ、想像以上の火力のなさでびっくりしたわ。刺したわ、今、俺。俺今刺しちまったわ。これ4ターン目どうせ負けてたか。もう。1ターン目に、ギガデインとか使っておけば、こんなことになる。あ、いや、待って。おや？一旦目にギガデン使ったからこんなことにならなかったんですけどねって言うんですけど、まあ、ワンチャンありますね。これね、次ね、二択。これを、スレムジネルの独特の回避率があるんで、ちょっと今日は1ピリオドしてないね。ここで避けようと思います。避けねえなー、情けねえなー。情けないねー。
ある日スライムジェネラルは言いました。言わねえよ。ある日スライムジェネラルは言いました。さっきの戦いで負けた理由は、雷に弱いスラリンガルの問題だと。コンビ解約。スライムジェネラル一匹でダークドレア無理挑戦です。無理やって。いろんな合体モンスターが吹き飛ばされてきたよね、今までは。怒りのマシンとかよ。いけるわけがない。普通に、さあ、今回はですね、大魔王召喚カード使ってダークドレア戦ってるわけなんですけど、そうすると課題がいくつかあります。まず、スライムジェネラルのスパイラルスラッシュがさっきの通り、ほとんど通らないことです、まず。二つ目に、耐性が壊滅的で、ギガスローとかで大ダメージを食らうことです。三つ目に、勇気がたまりません。この三つのポイントを、いかにケアして、ケアできねえんだよ、ケアしきれねえよ、そんなにやったら。あれ、一つぐらいだったら SP で7とかなるわ。うん、打点足りないギガでいいんでいいし、光の弾は使うし、で、あのさ、三つの課題あるんじゃねえかよ。その三つの課題を全てクリアしないといけませんね。あ、まあまあまあ、でもどうだろう。合体モンスターにとって、いてつく波動は結構ね、きつかったりするんだよな。勇気が溜まりづらいから。いてつく波動でね、勇気100減るかね。勇気100減るっていうのはこの勇気ゲージ。もう301回で言うのあれですけど。今の弾めのコマンドあるじゃないですか。あの時と同じ量入ってるんで、かなり厳しいですね。勇気を1000溜めないといけないのに。ナイス！それは素晴らしい！おっと、お前やろうとしてんね。これ？なんか掴んでんな、お前。将軍。本当にお前その通りなのか？え、もしかしてそんなにその通り？スラリンガルは情けなかっただけなの？あり得るます。あり得るね。さあ、ここちょっとね、スライムジェネラル、ちょっと今日回避一回もしてないんで、さあ、大魔王にいざ行かん、将軍バス、魔人、よけよ！おしめえだおしめえだよいや、よけるしかない、よけよもう、よけよおしめえだ待って、でも5割でギガデインだよね、確か。いや、5割でギガデイン、5割でギガデイン。ね、5割でギガデイン飛んできてんだよ。次5割でギガデイン来ますよ、でも。おしめえだよ。いや、まだ負けてない。グランドクロスとかやったら避けれる。はい、5割でギガデインが来るんですけど、その以外の5割、グランドクロスがいいんですよ。そうそう、いいよ。いいよ。まだいける。頑張れ、いける。そう、まずグランドクロス。まあ、ワンチャン耐えんじゃねえかな。避け、てか、避けようか。そろそろ、ちょっと情けないんだけど。情けないんだけどね。情けないね。どうしようもなかったって、やっぱり。ある日、スラリンガルは言いました。さっきの戦いで負けたのは、スライムジェネが避けないし、打点も出ない、ポンコツだからだと。はい。私の方が活躍できると。私一人で倒せるということですね。スラリンガルでダークドレアムに挑みます。今日ダークドレアム何回出てきてんのよ。今日この動画だけでダークドレアム何回出てきてんの。何回でもこいつ。だからお前ら二人ともダメだと思うんだよね。うん。共通して二つともきついのが、雷落とされたらきついんすよ。さっきのギガスロー食らって1500食らってたやついるじゃないですか。あれも雷弱いし、もう打撃はあんなんだし、みたいな。まあ、リンガルはもしかしたら、2の最終期の合体モンスターの貫禄をね、見せてくれるかもしれません。420、だから強いんだよな、普通に。まあ、217ですか？シャープ217だったから、リンガル普通に強いんですよね、こうやって使ってるとわかるんですけど。普通の適当なチームに引けを取らない？あ、まあ、ちょっと、まあ、さすがに大丈夫と思うけど、どっかのオリコンと違ってな。オッケーオリコンだったらと思ってた。オリコンだったら今足すくんでたわ。さすがここは数の最終期、リンガル。ほぼほぼ完璧だからね。まあ、ちょっと呪いが通りやすいぐらいなんですよ、リンガルって。ほとんど大丈夫です。さあ、ガルミサイルでいい打点取ってんな。ということは、さっきスライムジェネラルで言ってた火力足らないっていう問題は、多分こいつではなさそうですね。勇気がたまらない合体モンスターのね、まあ、全部共通する。あ、剣技やばい。あー、どうだろう。まあ、1000以内に抑えてくれ、とりあえず。いやー、以内に抑えてって言ったのに。ドリアムが強すぎるのか、それともリンガルが、いや、ドリアムが強すぎるんだよ、これ多分。さあ、ここのターン大事です。まあまあまあね、スライムジェネラルと同じ感じに攻めてくるってわけか。どうだろう。でもなんかいけそうだな。まあ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 、まだいけます。はい。次のターンの行動が、4ターン目がね、凍てつく波動がおたけびなんで、まだなんとかなります、これ。
さっきおたけびの火だめは550もなかったよね。なんでこれは次のターン待ちますね。待ちな、待ちます。ここ待ちます。さすが3100って HP はやばいな。だってブオーンでね、HP1300、ね、は3000あったけどさ、あいつは耐久ボルカされたら耐える耐える耐える、ここは耐える、全然耐える、オッケーオッケー、全然耐える、オッケー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 、いいよ。あれこれ勝てる、え、あれこれ勝てる、あ、これ証明できちゃった。あれリンガルがめっちゃ強いってことが証明できてるんやけど今次あの天使の歌で、まあほぼほぼ勝ち確という状況が生まれております。大丈夫です、ここでね合わせらず天使を押せば勝てるです、全然勝てる試合、天使です、ここは。フルアタなので、議論の違いです。マリベル召喚して、天使の歌を歌って、何食らっても大丈夫ですね。あれリンガル、お前すげえな。リンガルがすごいだけなのでは、これはもしかして。ダークドリアム、あ、ま、大魔王召喚カードのさ、あの、魔王に勝つって結構大変なんだよ。お前すげえな、グリンガル。さすがのリンガルなんだけど。え、なに？俺が今までいろんなモンスターマスターパーティーで白身であるで負けてきたのにさ、おい、なんでお前勝っちゃうの逆に。なに？結局ここに帰ってくんのやめてくんないから。下手なチームより強いってこと証明しちゃったよ、こいつ。強すぎるね。強すぎるね、リンガル。なんで勝っちゃうかな。二人揃って負けてほしかった。あれだ。スラリンガルが弱いんじゃなくて、スライムジェネラルの耐久がなさすぎたってことだ、これは、つまり。スライムリンガル頑張ってたってことだ、うん。ガンバリンガルだったってことだな、うん。次行ってみよういや、待って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 。これはさすがに荷が重いね。さすがに荷が重い赤面になっちゃった。本来であれば赤面ドリアムっていうのは1ターン目に風マンを使いたいんですよ。使わないです。ここは、ちょっと、かけた方がいいと思う。ダブルギガスローは確かに怖いよ。怖いけど、絶技の可能性もあるってことなんだよね。あ、え、大丈夫？これ。え？あ、いや、まあ、痛い！あはははあー、あー、雷弱点ですからね。あの、なぜかっていうと、5ターン目。こいつやるかもしれん。こいつやるかもしれんわ。そう。2ターン目に魔人の方向とかでテンションアップされて、また強い攻撃が来るとか、5ターン目も一応風マン使えるんですよ。別に焦らなくても合体モンスターって、5ターン目にしか勇気たまんないです。仕様的に考えて。5ターン目にようやく勇気がたまるレベルのキャラなんで、合体モンスターってのは。だから焦らず、様子を見ていこうと。オッケーオッケーオッケー、そうそう。風間を早めに使っちゃうと、逆にその後の卓がなくなっちゃうんですよ。お祈りゲーになっちゃうんで、ここで手破格抜く。方向の後にまたね、ギガスローとかね、来るの一番怖いんで、ここはちょっと一旦目待ちました。リンガルちゃんがなんとね、奇跡の回避を起こしましたね。ジェネラル避けてねえのにね。あれがおかしいな。ジェネラルは避けてないんだけどね。リンガルは避けました。まあ、奇跡の交代ということでね。はい。ここは次も待っていいんじゃないかな。うん、次も待とう。待ちますね。ギガデインがちょっと怖いけど、まあグランドクロスだったら1000ぐらいだったもんね、さっき。ことごとく悪い行動を引いていく。ことごとく5割を外していくのね。頑張れ、リンガル、ちょっと待って。ちょ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あー、これはやばいやー。やばいやつだ。まだ負けてない。まだ負けてないよ。負けたわ。リンガル。リンガル、擁護できない。リンガル、避けられたはええんや。外れたは擁護できやんねや。お前なんや、もう使い切ったか。お前燃料使い切ったんか。回避で、うん、使い切っちまったか。これじゃあ勇気たまんないぞ。勇気がきつくなってんですよ、もう。このターンは、イテハか、方向の卓です。イテハをされた場合、光の玉も不可欠なんですよ、多分。ああ、光の玉不可欠です。でも、光の玉使ったところで何がありますか？次のターン、ダブルギガスローで死ぬだけなんです。まだです。もうどうすればいいか私にもわかりません。この場合、光の玉使えば溜まるんですよ。ただ、溜まったとして、何、グランドクロスとダブルギガスローどうするんですかって話です。ここは延命処置。
なんかわずかな延命処置でちょっとなんとかしようかなと。これはもうどうしようもなかったんじゃないかな。あの二外しの時点でもういろいろ未来が決まっていたような。はい？ちょっと待って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 。おい、何番に引いたんだお前。おい、ちょっと待って。何番で今、おい、応援の回避率いくつや思って。綺麗に。負け戦やったから仕方ねえか。情けないね。